寒い冬の日。今日はとっても寒いので、ペッパとジョージは帽子にマフラー、手袋をつけ、ブーツを履いています。見てジョージ、どの木も葉っぱがついてないよ。冬なので木には葉っぱがありません。ペッパとジョージは泥んこの水たまりを見つけました。わあ。ペッパとジョージは泥んこの水たまりで遊ぶのが大好きです。私からね。うわ、グー。寒いので水たまりは凍っていました。つるつる滑ります。面白くないでしょ。マミーとダディもやってきました。おお、いいね、泥んこの水たまりがある。ダディも泥んこの水たまりが大好きです。ダメよダディ。危ないところだった。でもダディはバランスを取るのがうまいんだ。ダディ、今日は水たまりが凍ってるの、だから飛び込めないのよ。それじゃあアヒルさんに餌をあげましょう。わーい。ペッパたちはアヒルさんに餌をあげるのも大好き。こんにちは、アヒルさん。パンをあげに来たのよ。アヒルさんはパンが大好き。あれ？今日は寒いので池も凍っていました。氷はツルツル滑ります。笑ってごめんね、アヒルさん。でもとっても面白いんだもん。雪が降ってきました。雪だ。ペッパとジョージは雪が大好き。ジョージ、雪をキャッチしてみようよ。